ファイトピエロは誰だ。いやテンション低い。思ったより低めに。そうなんですよ。誰？誰君だよ。ルーパン。ルーパン。ルーパン。君は？私は、藤峰子です。藤峰子。藤峰子。峰子ちゃん。峰子ちゃんです。こんばんは。三次元です。もうこのクオリティですよ。びっくりだよ。 DVD の一枠だともうこれぐらいのクオリティですよ。予算も、はい、もう昨日ね、いきなりあのライン、もういいやもう大変です。昨日ね、あのいきなりライン来ましてね。そうなんですよ。泥棒の格好をしてもらってよかですか、はい、とね、うん、来ました。担当樋口から来ました。来ましたね。おいおいおい、やる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 つって、もうそしたらこれですよね。もうあれでしょ。何これ、もうまず靴がなんか皇居の周り走りそうだでしょ。もう靴用意しろぐらい言ってほしいよ。これはもうのっぽさん、のっぽさんみたいな感じ。ちょっと浮いちゃってますね。喋っちゃってますけど、はい、でここから下だけ見たらもうなんか警察なんだろう。逆の方、逆方だよね。逆の方になんかこういう色がなんか電気工事とかしそうな 色してる人や。 そんな感じでね。僕もなかなかね、大丈夫これ、スレスレだぞ。漫才の司会、MC かバラエティ番組の、うん、そうですね、うん、だってこうなるって分かってたらこの色にはしなかった。このまあそうだそうだ、このまさかの3色、まさかリプレイの、パンツ用意しろぐらいの一言欲しかったね。そうなんですよ、なんか普通はね、もっとシンプルでよかった。そうだね。で、まあミネコちゃんは、ミネコちゃん、ミネコちゃんです。ミネコちゃん何、ミネコちゃん普通さ、もうちょっとさね、ちょっとこういうミネコちゃん、あー見えちゃうやつですか。ういう、はい、どうしたの。ここまでは編集部やっぱ、あの何も用意されてなかった。自前です、自前です。レオタードとか、はい、あるじゃん。そんなの着て打ちたくないですよ。予告状とか出してほしいよね。あそう、でもちょっとそれイメージしてスカーフだけは巻いてきたんですけど。カーブとかね、そうだね、はい、なんですけど結局何なんですか。じゃあちょっと説明しますね、はい、そもそもこのコスプレは関係ないです、はい、事の発端は、うん、そう、ね、そうなんです。事の発端はですね、ジャグラーの波を読むという企画が一番上にありまして、オカルト企画。そうですそうです。この台100ゲーム以内に当たりそうとかね、うんうん、この台ハマりそうだから移動するとか、そういった波を読む企画でございます、はい、本来は、うん、でもね、それにちょっと味付けをしてるうちにね、例えばボーナスが100ゲーム以上当たらない状態、うん、で次に当たったボーナスをこの2人に取られちゃうとか、あーボーナスを強奪されるとか、うんうん、はい、まあ、そういったちょっと泥棒的要素をなんかこう盛り込んでるうちにこうなっちゃったんですね、はいはい、盛り込んでこうなっちゃったんですか。泥棒要素が泥棒としてやらされる。そうなんですよ。4次元です。あ、3次元です3次元です。もう分かんなくなる。ブレブレだけどもう分からなくなる。まあ、そんなわけでね、大丈夫かな、まあ、今日は、はい、とりあえず波を読んでいただきます、はい、まず自分が選んだ台、はい、これを100ゲーム以内に当てると、当てる、はい、ペカらせると、ペカらせる、当てる、わかる、はい、うん、そしたら自分でそのボーナスはゲットできます、はい、100ゲーム以内は、100ゲーム以内であれば、はい、ああなるほどなるほど、はい、で約1ゲーム以降ハマってしまった場合は大移動はできません、はい、当たるまで打ち続ける、はい、で約ゲーム101ゲーム以降に当たったボーナスは、うん、自分以外の2人のどちらかに強奪されると、うん、奪われると、揃えずにペカッペカっちゃったら、はい、ファイッつって宣言するわけです ね、 そうすると僕がペカったとすると、はい、君たち2人がやってくるわけですよ、はい、呼んでもいないのに、はい、そしたらなんかこう強奪抽選みたいなのがあって、はい、パッてこうカードを引くと強奪ってコールが引いたとすると、はい、僕のボーナスを盗んでいくと、はい、いう感じになっておりますね、はい、で盗む際に、うん、BR ビッグレギュラーを予想していただくと、うん、山子が立てたこのボーナスビッグかレギュラーかを当てると、で当たった場合は300ポイントゲットです。ポイント、ポイント、ビッグでもレギュラーでも、でも当たれば300ポイントゲット、でさらに強奪したコインもゲット、ポイントもゲットできるんで、まあ、ビッグだった場合は大体612ポイントとか、はいはいはい、もらえる感じですね。なるほどなるほど、まあ、そんな感じで、まあレギュラーでも104ポイントプラス300ポイントなんで404ポイントぐらいもらえると、悪くない悪くない悪くない、まあ、そんな感じで相手のボーナスを強奪してポイントをゲットして最終的な合計ポイント数が一番上の人が
なんだっけな、いかにこう回答とか盗んでいくか、そういう感じですね、強奪してを積み重ねていけばいいってことですね。これはちょっとどうしました、これは見逃してた。何ですか、優勝したらいいことが待ってんだと思った。え、待ってないの、待ってないですね、はい、じゃあちょっと発表しますね、はい、最終的に3枚プラスその途中でゲットしたポイントも加算した合計が一番上の人が優勝になるんですが、優勝した人には怪盗ピエロの称号をまずプレゼント。あんま嬉しくない、称号、まあこれ朝日奈に取られるんですけどね、称号、怪盗ピエロ、僕は怪盗ピエロですと宣言できると。はあ、どこ断ること、どこでガイドの DVD です、断ることですか、あーなるほど、はい、1代目、初代目、初代目、ああ嬉しいですね、それは多分、うん、ああそうですかっていうまあそうなりますね、なりますよね、うわーですかーとかはならないですよね、ならない、いいなーとはならないですね、さらに、はい、ちょっと特典がありまして、怪盗ピエロの衣装をまとうと、まとえると、いやいや、これはもうほら、もうすでに罰ゲームですけどね、落ちてるからもう、ある意味、いやもう出落ち、出落ちです、僕なんかもう君まだいい方だけどね、いやそうかな、なんかちょっとこいどっこいだと思った、コナンみたいになってますけど、コナン、あ、そう名探偵、探偵じゃん、捕まえる方じゃん、どちらかというと、まあ、そんなね、称号とその衣装、衣装でこのクオリティですよ、まあ、たまちゃん以外ね、まあそうですね、あ、ミネコちゃん以外で、大体予想できるじゃないですか、どんな衣装が待ってるのか、まあそうですね、まあそれだけでね、ちょっとテンションが上がらないかもしれないですけど、はい、ちょっと頑張りましょう。だからとにかく成立 100以内ならば俺のもの、はい、さあ101ゲームはお前たちのものだね、争奪される、争奪される、つまりジャグレンさせていれば自分のものってことですよね、そうそう、一生100ゲーム以内に当ててていいと、はい、いうことなんですね、ジャグレン、あ、お、そこが醍醐味というか、そうそう、もう本来の企画そこだから、ね、その波を読めってことですもんね、この印象関係ないから、はい、うん、ちなみにそのあれはどうするか、生、あ、生の場合は、それもあります、揃っちゃったみたいな、それもあります、強奪、基本的に相手のボーナス強奪できるんだけど、はい、もし名前にさせてしまった場合、はい、以降2回、うん、強奪権利が奪われます、つまり俺が名前入りさせちゃって、ルーパンの代にボーナスが当たりましたってなったら、うん、ミネコちゃんが強奪確定になる、ああ確定、確定な、そうそう、確定2回、はいはい、生のコインはもらえるんです、生のコインはもらえるのか、でも名前入りすると300ポイントもらえる、312ポイントもらえるんだな、でももらえますよね、もらえる、あ、ありじゃないか、まあでも2回強奪できないっていうのはでかい、でかい、それをもらったくらいでは、あ、そうだ、補えない、補えない、あ、うまくできてるねこれ、うん、なんかうまくできてる、ちゃんと衣装の用意以外は、いいよいいよ、まあまあまあ、でもとりあえずはまあ、頑張るとね、そうですね、あ、で、打ち方についてなんですけど、はい、基本的にはチェリー狙いとか、まあ、その辺は自由です、はい、あ、ただし、はい、名前入りの危険もあるので、まあ、ボーナス入賞を避けつつ打つというのはもちろんのこと、うん、ちょっとしたね、プレミアムポイントがありまして、はい、ピエロ入賞1回につき1000ポイントもらえます、すげー、ソロえ、揃えたら、こぼしちゃダメ、揃えたら、ブドウリップブドウからの何も揃わずで、はい、イエスピエロって宣言してもダメです、うん、あ、なるほど、揃ってないんで、ちゃんと揃いました、そうそうそう、されました、10枚払い出しがないと、はいはい、認められません、で、これはちなみにビッグ中のピエロも OK、 おお、なるほど、都度1000枚、1000ポイント、まあ、優勝ですね、そしたらね、うん、優勝です、3回とか、うん、3回で3000ポイントですよ、もうだいぶ企画倒れです、はい波を読む企画でピエロ揃える企画になっちゃってんじゃん、いやでもピエロの波を掴んだという、うまいこと、短い間に3回引いたら、うまいこと言うわ、ルーパンうまいわールーパンうまいわルーパンうまいなんだろうな、なるほど、そうね、3次元だっけ、3次元一瞬4次元になりました、3次元、あ、そうだ、俺一言言い忘れた、はい、100ゲーム以降強奪されるっていう話したじゃないですか、はい、サキペカだった場合は自分で取れます、レバーオン、ボタン有効時、リール回転時、あと先がことかね、ハッピーチャックあるじゃないですか、101以降の先告知は先告知もらえます、プラス、プレミアム系、例えばゴージャグの無音とか、
うん、あとは何があるかな、要は第三停止、第三停止後のプレミア、プレミアでも OK です。例えば、ジャキン、スーパーミラクルで、うん、もうジャキンってもうバーバーテンパイでジャキンって言っちゃってるとか、そういうプレミアム系は OK です。第3までに分かれば、第3、うん、そうざっくり言うと、で、次ゲームのレバーでこう色変わったりするやつあるじゃん、うん、それはダメ、それはダメ、 そのゲームで完結するプレミアムは自分でもらえる。なるわかりました。そんだけでね、はい、まあ、要は波を読んで勝つと、うん、感じになっておりますんで、僕たちのね、3次元とルーパンとミネコちゃんのね、波の読み合いをね、はい、どうぞお楽しみいただければと思います。お楽しみですからな。大丈夫です、はい、大丈夫です、頑張りましょう。過去枚数、過去枚数やばいね、1万3000枚こんな出んの、ハッピー。じゃあこの台まだ4800枚だから、まあ、甘いにしようかな、これで。緑のパネルがいいな、なんか勝手にピンときたよ。ビッグで760ハマって、48でビッグでバケバケ、あ、これはそろそろ来るよ。はい、というわけでまず一発目、ルーパン、ガルーパンはそれはそれでややこしくなるな、この582番台をとりあえずまずは盗みました。頑張ります。昨日若干の台に座って、昨日の分のジャグレーンを取り返そう、それでいきます。はい、あ、だから100ゲーム以内はてめえのもんだもんね。ということはあれか、ここは生でも何でもいいのかってことですよね。じゃあいきます、頼むよ。うん、次ビッグだから、バケバケビッグビッグバケバケビッグ、よし、なんだったらもう、なんだったらここもう来てる、ほらほら、あー、それでは私ですね、こちらの、アイムジャグラーの、朝一100ゲーム以内にペカるんじゃないかという勝手なですね予想ではあるんですけれども、信じてこちらの台から打っていきます。で、座ってしまったのでこの台がペカるまでは、とりあえず移動ができないとそこですよね、本当だったらちょっとカニ歩こうかなってっていうね、カニ歩いていいね、波の台に巡り会えれば最高なんですけれども、こいつダメだと思ってもペカるまでは打ち続けなければならない。はい、じゃあハッピージャグラー V2 でピエロを狙っていくのです。で、結構皆さん中押しのね、上段ピエロが下段についてる7を上段にビタ押しするっていうやり方をやられてる方多いと思うんですけど、実は右から押すと楽なんですね、楽なんだけど、チェリーの時にね、チェリーが中段チェリーになりがちで、それがね枚数的にはちょっと損しがちなんだよね。でも今日は多少リスクを負ってでもピエロを取りに行きたいので、この7番の塊を、7をね、上段か中段狙ってきます。で、7番の塊が2つ、7番が枠内に止まったらチェリーチャンスで、上段にベルが止まったらベルチャンス、あっ、もう見た見た、みんな3次元がペカらせました。いや、簡単、先ペカの場合ハッピージャグラー系はチェリーチョークがないから、そのまんま揃えちゃって大丈夫だからね、チェリーとかあんま意識しないでね。あー、まあ、化けだけどね、化けだけど全然 OK。
7ゲーム、サキペカ、3次元。さあ、どん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 当てていくよ。あ、これがね、リプレイ、ピエロなんですね。リプレイかピエロ、どっちか。あ、ブドウもあるね、ブドウもあるね。ブドウ、リプレイ、ピエロ。で、7番を狙ってる場合、ここからはチェリーはありません。7番を狙ってない場合はチェリーもある。このね、いずれかのバーを左に押してピエロをテンパイラらせる。で、バーをまあテンパイラインから1個下、2つ下ぐらいに押せば上のピエロを引き込んできますからね。そんな感じで今日は積極的にピエロを揃えに行くよ。とにかくピエロが上段に振ってくるたんびに行くからね。でここからもう101ゲーム、ここからはひたすらペカルマで打つんですが、先光りだった場合はまあ自分のもの、まあだからそこにかけるしかない。もしくは、100ゲーム以降回している誰かの台を強奪するしかない。すごい。96、97。いや結構おもろいなこれ。98。よっしゃ。99。これ当たったら熱いな。はい、100ゲームになりましたね。この後はもうなんだよ、波がちょっと波が違ったかな、俺の思ったやつと。で今わーわー言ってるけどね、線とかはまったら本当クソつまんない。おお、見てなかった今。あ、これはもらえるやつだ。これ先は OK なんだよね。これもらえるやつでしょ。ね、私完全に見てなかったので、リプレイでもう一度、点灯の瞬間どうぞ。わーわー言ってるけどね、点灯もハマったら本当にそつまんない。おお、見てなかった。はい、ガリゴリガリのゴリガリのあれですね、ガリゴリのよ。おい、いやー綺麗ね。イエーイ、108、惜しかったな。まあでも近いとこ、近いボーナスの近くにいたよね、ずっとずっと。108、投資が3000。シュアドーン。おー、よし。へい、来たーけど、来たけれども、これはラウンド126回転です。いやー、120ラウンド26回転、早く来てくれてれば。完全にね、大さん話した瞬間だったので。これはちょっとジャグレンかましたいよね、初当たりですから、ね、ルーパン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 、はい。ミネコちゃんが、ミネコちゃん当たったんだけど、これも当たったので、僕今ちょっとゾーン、ゾーン、ゾーンなんで。出た、出た、出た、強奪拒否です。出た、出た。え、ま、マジで、マジです。だって今ほら、まだ終わって5ゲームだし、俺も今レギュラーゼロゲームなんだよ。え、やんないの。あ、じゃあ拒否、拒否もあるのかな。あ、拒否、拒否もあるって。俺は拒否だから欲しいです。欲しいんだ。じゃあどうぞどうぞ。いや、でもなんかあれだな、しょっぱいやつみたいに見えるな。いやいやいや、しょっぱいやつみたい。大事、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 全然大事、大事、全然大事。たまちゃんのせっかくのボーナス、いい、いいの、いい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 、
いい、言っちゃってください。分かった、じゃあ俺も やっぱもらいに行きます。ほらっていうか違うんだよ今の。ほら話してる時間が、話してたから、ああ今もらおうかな。今台が冷めた、止まった、波が止まった。どうやらルーパンがいらないらしいんだよ。本当ですか？本当に。じゃあいただきます。こっからいい波来ると思うんで。ありがとうございます、はい、さあみねこちゃんのゴーゴーランプいただくのです、盗むなです。さあ問題はビッグかレギュラーかだよね。うん、ビッグいきます。3次元でビッグボーナス、バーン。ミネコやりよる、ミネコやりよるわ。これで目録はポチ袋もらえないんだね。まあちょっとこれまだ回ってない、ゼロだから、これでよし、じゃあ大移動します。これ結構立ち回りの要素あるね。ただ立ち回りのあの根源がオカルトとかなんだけど、なんかこう台からいつでもいけるよっていう感じがちょっと来ない。今50ゲームだけど、ただそれでも当てりゃいいんだから。薄いとこ引くかもしれないから。薄いとこって何？でもそういう感じで、あの自分が言ってることに対して何の疑いもなく喋ると、本当に正しいこと言ってるような気分になっちゃうな。おやった、薄いとこ引っ張ったわ、危ない。だからこれ多分地獄の単独だよね。地獄の単独引いたんだよ。うわ56ゲーム、ありがたい。まあ、じゃあ揃えますけど、まあ、これ予想とかない。あの今この状態を取りに来た編集の樋口っていうのはね、俺結構こう言っちゃったのに2回無表情で撮って、そのまますげえ45歳おじさん頑張ってんだけどな。はい取れましたみたいな感じでスーッと帰ってきました。ビッグボーナス、あお56。いやこれね、薄いだ、これで化けだから、だいたい化けだったら60何パーだっけで上がるでしょ、通常に、地獄から通常に。で多分 2% ぐらいであの天国上がるんで、だから俺が 2% 引いてればもう100ゲーム以内には 100% 来るって。いやこれちょっと 2% 引いてますように、 2% を何の。でも2引いてたらもうね、こっからここもこれだから、ここに止まったら当たりだから。惜しいなぁ。ジュージク100ゲームです。やっぱ今日は ハッピーチャグラベースで行きたいんですよね。なんでちょっと移動します。100ゲーム終了でした。レギュラーだった。やられた、やられた。レギュラー当てて、まあ、予想を外して、予想を外して、まあ、100枚いただきましたけど、僕が打ちたかった台、タマちゃんにミネコちゃんに取られちゃったから。まあそうなんですよ。だから本当ね、俺の作戦失敗だね。これは本当はこれを打ち続けたかった。本当はこれ打ちたかった。でも大丈夫です。あまたゴーダーチャンスやってきますよ。そうだね、来るね。その時にガルゾーさんにさえ取られなければ、またこの台戻れるね。はい、戻れます。そうだそうだ。さあ行きます。さっき実は1台目に打ったハッピージャグラー V2 はブルらなかったんです。あ、ブルったな。
リセットだな、まあ、同じ設定への変更かもしれないけどね。前日がですね合算161だ。全然良くない、全然良くない。これが朝一ブルったってことは逆にいいぞ。うん、いいぞいいぞ。あー危ない。プレミアム先ペカあるじゃん、40ゲーム金回ししてペカるやつ、101ゲーム超えたらそれ狙っていくといいかもしれないね、チェリーのたびにね。だってプレミアムかどうか分かんないじゃん、ババンと押しちゃうとね。だからその辺ちょっときっちり、まあ、毎回やってるとあれだから、チェリーのたびに金回しする方向でいこう、101ゲーム超えたらね。よし、ちょっと抜けたんで、抜けたっていうか上がってなかったんで、何かがね何かが、だから次の100ゲームなんだけど、なんか地味にみんな回してるんだよな。待って待って、100ってこれあれだよね、さっきのやつじゃない、ミネコちゃん、これでしょう。100でやめたけどまだあるかもしれないから、ハイエナ、いやこれはおもろい。じゃあハイエナで、562まで100ゲームやめをハイエナします。これでこれでハイエナしたらレッツゴー。あブドウオアだったのに今ウィーペカりました。おーたまちゃん306ゲームみねこちゃんまた人のためダメなんですでも自分でもチャンスあればいいんですけど、いやあるのか100円も以内っていうね。いやちょっとルーパンを呼んちょっと声かけてきてもらおうかな。そうですね、はい、いらないんだろ、いらないんだろ、いります、いります、いります。え、そういうしょっぱいこと言う、そういうしゃばいこと言う、参加したい、あ参加したい企画に参加したい企画に参加したいなと。あ、これは、はい、いるの、いるいる、わかりました。じゃあちょっと強奪抽選箱、これに強奪抽選箱、私が頑張ってペカ出したので、え、私が頑張ってペカ出したので、強奪しないの、え、やんないの、やるよ。あ、ちなみにあの一応見とくと、この強奪っていうのと今こういうことになってる、あー、こういうことになってるんだね、こういうのになってます、こういうことになってるんだね、はい、ドラフトみたい。じゃあこれ見れないようにです。下にしとこう。はい、下にしとこう。はい、はい、じゃあまあここは先輩から。先輩からお願いします。レッツゴー、レッツゴーです。いいんですか。はい。いいんですか。ミネコちゃん、いただきます。二つしかないから探すのも大変。そうそうそう、あ、いたいた。はい、あ、紙が、あ、紙が貼ってある方が、はい、わかりました。え、せーので、こっち、こっち、いますせーの、はい、あー、いやもう、参加したあげく、なんかこれすげーダメなやつ、ダセーやつみたいになっちゃった。残念残念。じゃあ、また、え、ちょ、全然プラってんだ、もう、全然、一番プラってんだ。じゃあ、失礼します。じゃあ、あとは若いもんで、はいはい、はい、よしよしよし、うまいな、うまいな。え、私は毎度毎度山本さんのためにペカらしてるってことですよね。ミネコちゃん、ありがとう。まあいいですよ、もともとはね、打っていただいたので、ね、はい、返していただいてね、ありがとうございます。まだ当たってないラインの、そこからのジャグレーに期待するということで、こちらですね、165ゲームまだ
ボーナスなし、こちらにします。はい、それではまたペカルマで、打つんですけれども、でも165なので265までは自分のものになります。お願い頼む。また究極ハマってる台があったらそろそろなんじゃないかっていうのもあって座りたいんですけど、まだね現状やっぱないんですよね。いやー、戻ってまいりました。朝一打っていた台、こちらがね、藤峰子ちゃんがね見事育ててくれましたよ。見てくださいね、里親制度って言いますね、これね、うまいこと大人に育ててくれました。さあ、それではビッグレギュラーどっちかだね。レギュラーレギュラーと来てるのでそろそろビッグと言いたいところなんだけど、これはレギュラーの流れだね。レギュラーで、これはレギュラーの流れ来てるよ。バーが中段に止まるはず。よしよし、いただきました。見事読むことに成功。やっぱレギュラーレギュラーってきたらレギュラーだよね。うん、いやー、300ポイントゲット、美味しいわこれ。うん、さあ、たまちゃんが育ててくれたこちらの台を引き続き打っていくなんです。たまちゃんじゃないわ、みねこちゃん、みねこちゃん、もうついつい忘れちゃう。ピエロがブベベベベベベベってこう揃うとこ見たいよね。おお、サキビカーリー、まあ、65ゲーム以内やりました。この台で2本だから総投資で言うと5本、まあ、もちろんこれ自分で当ててますし、あのサキビカーリーなのでもうゲットです。で、予想もしなくていいけどこれはビッグなんですよ。ねねだって、よいしょー、上がったかな。先光だったら何パーで上がるんだっけ天国に。さあ即解放あるか、1ゲーム目の即解放、よし来いよ、おっしゃ、おっせー、99、苦しい、カモンベベ、いいよ、おっしー、で、あれでしょ、また俺は動けるわけですよね。これもだから続けない方がいいから、あ、7ゲーム、7ゲームやめ、もったいないな、なんで7ゲームでやめたんだろう、一番やばいゲーム数でやめてる。はい、569番台、7ゲームのみ回して、あ、ビッグ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 という流れですね、履歴上昨日までの。はい、じゃあとりあえずこれでいきます。はい、では7ゲームからなので107まで、いやー7ゲームでやめちゃダメだった朝は。102、あと5ゲーム、くそー、詳しい人だったのかな、詳しい人だったのかな、何に対してまあ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 ね、今日はそういう日ですから、楽しもうよ、もうやるなら徹底的にお片付けを楽しもう。90、あ、今ね隣がビッグ引いた、
移行したよ。俺のだったの、多分これ俺のが言った。だって95だからね。あ、95じゃないわ、98か。今98で隣がびっくりして、俺が100以内に取るはずだったのが言った。これがあるからね、内部移動がフラグの。あと2ゲームだもん俺だって。これで引かなかったら行かなかったってことだから。あーぶどう100、ぐわー、やっぱりかー。でまたこれ移動、あ、これはそうか、そうか、これは行かなきゃいけないのか、当ててないから。あ、そうかそうか、そうだそうだ。やめてよ。意外にな、当たんないもんだな。普段だったらね、もうそれこそおい来た、普段だったら1本で来ると思ったところで来た203ゲームということで、はい、こちらはですね、100ゲーム以内のここチャンスなので自分のものですね。まあ、こっから予想はできないのか。そうですね、ゴーダチャンスの場合はビッグなのかレギュラーなのかと予想するんですけれども、このまま召喚をしていきます。それでは、まあ一応じゃあね、あの人の強奪した時のことも考えて予想だけしときます。ビッグでしょ、頼む。うはー、レギュラーでした。まあ一応レギュラー分のポイントだけはもらえるんで。ポイント？メダル？はい、ということで100ゲーム終了、移動します。まあサクサクね、はい。まだこの時間帯は波を読むというよりか、波をちょっと自分で作るように。ビッグが欲しい、196ゲームまで、現状96ゲーム。ふぃー、来ました、154ゲームということで、こちらは自分のものでございます。ビッグかな、てかビッグじゃないけ、本当に私があれよ、はぁ、ドマイナスですね。レギュラーボーナスです。おう、じゃあビッグです。さあ問題の100ゲーム、100、さあ一冊でございます。ノーペカ確定。さあ、100ゲーム経ちました。次にこの台でボーナス当てちゃうと彼らのものになっちゃうので移動です。こっちかな。まだねペカリが1回で総ゲーム数はまだまだ可能性がある。こちらの台へ、左のこちらの台にね移動します。176ゲームスタートだから276までだね。ということでね、可能性があんまりなさそうなこちらの台、こすってきます。現在176なので276までが僕のテリトリー行くのです。99、一冊終わった。でこの台で俺当ててないので移動ができない。これ以降はですね、先ペカまたはプレミアムを引かない限り他人に譲渡になりますな。よかった、天才的、天才的です。何この無傷の、無傷のルルガ
ガルーパン、ガルーパン、無傷のガルーパン、だから総投手で言うと8本。いやーありがたいね、全部わしのボーナス試合。うわー、でも OK、 これでまだ100やめができると。いいねー。あ、これはこれはこれはバケはダメなの、バケピエバケピエロ、バケピエロは、バケピエロはもうやっぱダメなのか。その作戦ダメなのね、ビッグ中ね、やっぱりね。え、順押し、え、順押しですよでも ダメだってやっぱ。でも普通揃わねえよな、狙ったら揃うって、狙ったら揃うからダメって言われた、狙ったら揃う、あ、ちょっと待っていや左ファーストならありじゃねえか。いや、だからありかなと思って訴えたんですけど、一応 なんかダメらしい。いや、ちょっといや、ダメでしょって俺も言っちゃったんだけどさっきいやでも左ファーストならいいんじゃねえって思って、追跡ちょっとまたジャッジをしてもらいましょう。あ、そうだね、まあ、とりあえず揃ったっていう事実は映像には残ってますから、うんうん、はい、おい、ピュー、この軽い気持ちで盛り込んでしまったルールによってね、僕も普段通りのスピードでレバーが叩けないから困ってますよ。お、来た、チェリーベルボーナス、101ゲーム以降なので空回しします。でこれでペカればプレミアムにつき俺のもの。さあ、あと25秒ぐらいかな、40秒空回しね。これペカったら感動するんだろうな。うおー、うわー、うわーってなんだろうな。もう40秒経ったかなさすがにもう経ったかな。あー、分かりました、もう諦めますよ、もう。でもこっからペカルとカルラに持ってかれる、怖い、これ怖いね、チェリー怖いね、あとペカ、あー持ってかれたバカ野郎バカ野郎、持ってかれた持ってかれた持ってかれた、あー怖え、チェリー怖え。メダルもそんなないんですけどね、0から100頑張ります。何しに来た、いや、ここ行く、何、いや、あの中こう光とかあると、うん、あの虫とか集まってくる、あは虫キラどもが虫が集まってくる、しょうがねえな、はい、くれてやるよ。いや、なんですけど今どういう、私は、移動してきてまだ100回転回してない状況です。おお、はい、でどうするの、え、どうするの、いや、もらいます。あ、もらう、はい、で、俺は当てて、当てて、で、65バケ当てて、うん、65ゲームで今ビッグを引いて終わったとこなんで、あ、ゼロゲームだった。僕今始まってるんですよ。あ、始まった。だから僕はいらないです。出た、だからミネコちゃん、ミネコちゃんが、僕はもうだって自分のが、まあそうですよね、 あと10発ぐらい上がったもん、上がった、あと10発ぐらい来る、来る来る来る、いい波乗ってるってことですね、状態入った入った、天国、天国行った、天国入った、入った、だからもうここはもうミネコちゃんで、ミネコちゃんだ、ミネコちゃんが、でもあれですよね、ガルさんがいらないって言った場合は 100% 私のもの、じゃあいるんでしょ、今いります。あ、じゃあミネコちゃんで、はい、やったー、ご苦労さまです。もうちょっと俺も先光りばっかでね、もう誰にもあげれない、誰にもあげれない、誰にも、でも私思ったことがあるんですよ、うん、打ちながら思ってたのが、あの結局
出玉自体は飲まれちゃうわけじゃないですか、うん、でもこれで獲得したビッグかレギュラーか当てたポイントっていうのは一生減らないものなんですよ。そうなんだよ、そうなんだよ、だからそれを考えたら私は絶対欲しいと思ったんですよ。そうなんだ、当てればいい、ね、ガルさんの持っているものは全て最終的にはなくなるかもしれないものなんです。これ以上種明かしはやめた方が聞こえない、ね、聞こえない、ね、聞こえない、ごめんなさい、聞こえない、まだ聞こえないよ、まだ気づいてないから、あーどうかどうか、聞こえないから、ルーパー、ルーパー虫の脳だから気づいてないから、マジか、なんかに気づいてないな、俺は早く打った方がいいですよ。美味しい、美味しいルールに気づいてないんだよ今、わかりました、今若干そんな、ちょっと俺今ザワザワしてきたけど、どうただもう言っちゃったんで、今回はおお今回はこれで100ゲーム以内ペカったらマジ、マジかっけえ、さすがです。そしたらじゃあもうそれで私は男に二言はないということで、出たー、じゃあ頑張り、頑張ってください、どんどん株上がっていくうわじゃあもう、はい、じゃあ私こちらいただいて、まあ散々ね、あの回答を決めてたんで、まあこれで1回ぐらいはさっきもね、化けだったんだけど、はい、これでビッグだったら一気に取り返せるから、ビッグです、マジビッグです。あのちなみに私今日、あの山本さんに回答された台含めオールレギュラーです。マジだから人から盗んだ台は多分ビッグなんです。あー、なるほどね、じゃちょっと頑張っちゃって、はい、もうせっかくだから、うん、いただきます。じゃあ旅に出ようか、うん、じゃあちょっと旅に出ようと思うんですが、552はやっぱ先ペカが全くない。まあその代わりプレミアムが何種類かあるけどね、例えば、遅れ、遅れじゃない、無音、55ランプのふわふわ点滅ね、この辺のプレミアム引けばいいんだけど、他の台と比べるとちょっと分が悪いので他行きましょうね。49ゲームでやめられた台がある、ノーペカーじゃないか、2000円で49ゲームだとしたら超クソだけど、さすがに49ゲームってないぞあんまり、これ多分投資1本で49ゲームだったんじゃねえか、だとするとすんげえブドウがバリ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 って落ちて、もう6じゃないですかこれは。いきます。それでは山本さんのですね、ハッピージャグラーの方を盗ませていただきました、一応これビッグかレギュラー、そうビッグかレギュラーなのかをですね当てて、それが、2択成功したらその分ですねご褒美がもらえるということなんですけど、あのビッグだと信じればビッグになるはずです。それではビッグでお願いします。いきますよ、ああドキドキ、うん、ビッグドーナツでーす。ありがとうございます。いやもうすごい歓喜の音と一緒にですねお祝いいただきました。じゃあスーパーミラクルジャグラーの純朝一台49ゲームノーペカの台ですね、こちら今から打ってきます。これが問題はね、2000円入れて49ゲームだったのか1000円で49ゲームだったのか、これが大事。でも2000円で49ゲームってあんまないと思うんだよ、あんまり。さあどっちでしょうか、打ってみます。49ゲームスタートなので149ゲームまでセーフティーゾーンだね、行ってみます。すげえバリバリ回るのかどうか、お願いします。でちょっとスーパーミラクルはほらなあなあほらもうなんかもううんち、うんちくっていうか、スーパーミラクルはこういうとこは好きみたいな話をしようと思ったらこれだもん。やっぱもう大選びうまいわ、ほんとうまい、もう前任者のお兄さんごめんなさい、ほんとね、
いやいやいや、もうスーパーミラクル、まさにスーパーミラクルだね。たった2ゲーム、たった2ゲーム単独ね。いやー、ありがとうございます、ありがとうございます。こういうとこだよね、こういうところだよね。爪が甘いというかね。まあいいや、こうやってフルウェイトで打てる。ほら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 、ほらうまい。41くるって言ったし、本日初の学校、レッツゴー。イエス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 、宣言通り天国行ってました。191、まあ移動ですよね、どう考えてもね。うわー、ミラクル、俺ねミラクルこれ ほとんど打ったことないんだよね。この島で唯一1ゲームも回っていない台がありますので、こちらの、ミラクルスーパージャグラーって書いてあるこの紫のジャグラーさんで、さっきからこれやってて、これ警察なんだよな、こっちよろしくお願いします。ゼロ、一応前日ビッグ34で当たった状態で当たってだね。29、7、68、25、124、34で今日朝一状態と。ただねこれね、昨日がね、昨日ビッグ50回ビッグ50回じゃねえわ、昨日ボーナスが50 32の18。あー大丈夫大丈夫、じゃあ行きます。うわ新鮮。こんな私がピエロを揃えてしまいました。ピエロを揃ったということで、お祝いいただきます。山本さんってどうだろう、揃えてないんですかね。私揃ったよ。まあハッピーラグラーが一番ピエロ揃いやすいよというのは山本さんに教えていただいてて、まあでも毎ゲーム狙いもしないしなと思ってたんで、そう。トリプルテンパイとかたまたまねした時とかに狙っていこうかなと思ったら、普通に順足で、はい。こんな私がいただきました。はい、そんなわけで、お祝いでですね、ピエロ揃ったので1000ポイント、そしてビッグかバカか当てたのでポイントだけで1300ポイント優勝。優勝じゃない。だと思いますよ。あー、ブドウいいな、流れが99。あー、いいな、切らしたくない、切らしたくない、このペイカに繋がるやつ。あー、もうやめたくね、やめたくね。ブー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 みたいなね、こうブドウの連鎖から外れ2回ぐらい挟んでペカみたいなね、よくあるやつ、よくあるやつ。でもね、やっぱり100ゲームでやめるべきなんですよ、今回のルール。波的には打ちたいな、波的には。まあどうしよう、やめます。ポイント欲しいもん、やっぱりね。他人だってここでペカ出しても他人のものになりかねないからね。詐欺ペカとかプレミアムじゃない限りあげることになるから、あーやめますやめます。うん、よし、じゃあちょっとスーパーミラクルプレミアム満載なので、ハマってもなんとかなることが多い。ソーペガス6回ね。で合算110分の1、まだ出るよこれ。これいきます、これいきます、これ絶対いきます。ルーパン、ルーパンやばいんじゃないの、ほらこれちょっとやばい、ちょっとやばいんじゃないこれ。まだチャンスある、まだチャンス、まだチャンスある。
ルーパン頑張ってる割にあんま持ってねえじゃん。あれ2000万円ぐらい持ってんのかと思った。いやいやいや、これが全てです。これが全てだ。これが全てです。バレちゃった、バレちゃったよ。いやうまい、 うまい。ちょっとルーパン、うまい。ルーパンうますぎないか。ちょっとうまい、うまい。83、ルーパンうまいね。ちょっと、うわ、海ごと逃げ切ってるじゃん。いや逃げ切ってる。うまい、うまい、うまい、うまいなぁ。ちょっとさすがとしか、さすがとしか言いようがない。先ばっかでも、いやもううまい、先ばっかで、ビッグだし、しかもうまい、うまいわ。ちょっと綺麗に盗んだ。はい、さあ、レンちゃんに行きたい。ここでレンチャン終了。まあ予想当てたのとピエロ揃いがあったのでかなりですね稼がせていただきました。もちろん移動します。どこに戻るか心に決めてました。さっきですね破壊点回せなかったアルダイです。まあ戻ってきてですね、まあリベンジじゃないですけど、やっぱまだ気になってるのでこちらでまた打ち始めます。はい、ボーナス終わって今から打ち始めというかあれなんですけども、ですね、先ほどのアイムで打ってたレギュラー中のピエロが審議の結果 OK というジャッジになりました。いろいろみんなで話し合った結果なので、今はい来ました。これで1000ポイント。とりあえず玉違うみなんだっけ、ミネコもゲットしてますんで、3次元がちょっと不利と。ちょっとこれで5周ピエロ、まあ回答ピエロ、そういう感じなんで、とりあえずこれでだいぶ有利になりましたからね。で、だからもうあれだよ、ゴーダスとかよりもピエロをね、もう一発でも引きゃいけちゃう感じになると思うんで、ちょっとがぜん立ち回りとかっていうよりも、もうピエロ引いたら勝ちっていう、まあタイトル上はそんなに間違ってはないから。おおお、いいね、ブドウに来てる、波来てる。外れを1回挟みの、あー外れ2回、ブーブー、はぁ、あ、はぁ、あ、はぁ、あ、ほら来てた来てた来てた、いい流れ来てたもんね。さあ49ゲーム、どうよ、うまい、うまいでしょ、うまい、49、49うまい、みんなうまいな。しかもビッグやるー、うまい。おおい、おあああピエロこぼしたんじゃないのこれ。ちょっとちょっとちょっと1000ポイントこぼしたんじゃないのこれ。これはあるよ、あるよ。ちょっとこれはありますね。ちょっとこれはつらいな。おーい、俺の1000ポイントつらいな。ちょっとなんとかなりませんか。ならないですね。ならない。ちょっとこれはもうダメ、もういない、一個もいない、いらっしゃらない。ダメこれ。ダメです。オールフルーツ全リールで取りこぼしてるからダメ。全こぼしだ。全こぼし、もう弁解しようがない。こぼし中のこぼしだから。そうだよね、もうザこぼしだよね。ザですよ、ザ。もうキングオブこぼしみたいな。キングオブ取りこぼし。うわぁ、もう、まあベルかもしんないけどね。うわ、ここでやるか。
ここでやるか。回答になってない。制御の鬼が3次元。嫌な予感、嫌な予感、嫌な予感。あ、やれ。どっちどっちだ。どっちもいいの、どっちもいいや。おい、ベル、ちょっと揺れ、なんとかなりませんか、これ。なれない。これあのピエロに見えませんかね、これ。見えないです。見えないですか。全然ピエロ光ってないから今。あれ、これで。ダメですよ。もう立て続けに引いてるんですけど、ね。全部恨めってる、恨めってるぞ。もうこの時点で嫌な予感しかしなかったもんね。うわベルが揃ってます。ベルがいい流れとか言ってまたベルですわ。99100。終了、移動、ハッピージャグラーに行きます。これでも略奪チャンス来て、略奪できなかった場合ですよ。私はまたこの台に戻ってきてまたこの子打ち続けるわけなんですけど、そんなに頑張って、そんなに頑張って打ち取られるなんて。やめてよ、やめてよ、やめてよって言いながら、ドラマとしてはこの101ピカっていうのはドラマなんだけど、さあ100ゲーム迎えました。今度は55はまああれだから、あーなんかね100とかで俺らがやめてるからね、収録でなんかお客さんたちが何かあるのかなと思っちゃうよね。ハッピーの00。はい、620番台のハッピーなジャグラーの V のやつ、212ゲームからスタートなんで312までにとりあえず光ると僕のやつ。はい、さあベルチェリーボーナス、これでベルだったら切ないね。うわちょっと早くなかったか今、左チェリーのこぼしの可能性がある。あ、名前言っちゃったんじゃないのこれ。よかった。いやちょっと名前言っちゃったと思うんですけど、危なかった。いや名前ついついいつもの癖で狙っちゃったんだけど、これ打ち始めから100ゲーム以内だからペナラないという。あ、危なかった。ですね、310ゲームから打ち始めたので34ゲームビッグ中もビッグピエロ狙ってるからね。めんどくせー。こぼした。もう何やってんのこの人。こぼした。あんなに真剣に慎重にやってたくせに何やってんの。知らないな。2回目ピエロ。ブドウ引いたの初めてだよ。あれはピエ、あのベルかもしれないから。あ、ベルかもしれないけどね。これはねピエロです。ピエロこぼした。どうしようもないわ。もう無理です、無理です。ピエロ転敗するから。あ、転敗しないんだ。
ピエロじゃない、ピエロ、ピエロだよね、ピエロ、ピエロピエロです。うわ面白いな、ピエロをいかにこぼさないかっていう大会になってるんだけど、どういうことこれ。もう右手が止まんなかった。かっこいいこぼし締めだね、本当に。ああ気をつけよう、また655分の1引こう。気を抜いていた。430、あ493ゲームです。あーバレてない、多分バレてない。お、あー先行で、はい。うわードキドキする。まだ略奪されてないですよね。されてない、そうですよね。略奪もしてない、してないし、されてもいない。では、せーの、ほい。いやあ、強奪やられた。ちょうど100抜けたとこだったんで。あ、そうなの。はい、うまい、うまい、うまいじゃん。今日すげえうまい俺。やったやられた。俺さこぼすしいいことないわうわ嬉しい、ありがとうございます。めちゃめちゃ頑張ってたんで。え、めちゃめちゃ頑張ってせかったんで、ね、すいません、なんか大人げなくて。でもルールなんでね。じゃ あ私この入れたばかりのコインをとりあえずね、バケでいこう、バケで。もうじゃあやって、俺初の強奪なんで、さっきから略奪とかって言い方間違えてたけど、イエス当てた。ふうふう、やりました。鋭すぎる、ガルゾー鋭すぎる剣。めっちゃ無傷で大泥棒、名泥棒、令和の名泥棒現る。ガルーパン、怪盗ガルーパン。おお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 お
すごい、やった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 、おー、やったね、1000ポイント、できました、ありがとうございます。こうなってるよ、いやーもう素晴らしい、1000ポイント、いやー間に合った、届いたよ、間に合ったね、間に合った、頑張った甲斐が、危なかった、やっと使われる、やっとずっとこれをやってきてるんだけど、ずっと頑張ってきてる、初めて使われる、そうなのよ。いやーお見事、これは見事だな、いやーやったー、いやー回したくないよね、もう帰ろう、このまま帰ろう、このまま、いやーやったよ、やったよ、ちょっとすみませんね、写真撮らせてもらいますよ、本当。2回目、2回目、2回目、い
やーもうすいませんすいません本当すいませんね2000ポイント目ねいただきましたね本当ありがとうございます。いや本当本当2回目来ると思わなかった。うわーいやーやっちゃいましたやっちゃいました。もう波を企画波を読む企画でねもうピエロを揃える企画になっちゃいましたね。もううばい合い終了。お疲れ様でした。お疲れ様でした。まあ楽しかったね。楽しかったですね。なんだかんだちょっと楽しかった楽しかったですね。たです僕は、はい、少なくとも、はい、今マイクこうなってましたけど音ちゃんと拾えてるんですかね。多分ね大丈夫、続行してるんで大丈夫ですよ。はい、もうねたまちゃんが序盤からまあ苦戦されてた印象、はい、みねこちゃん、うん、そう、ね、僕思ったよりちょっと苦しんでらっしゃったと。そうだよね噂を。でも、はい、言うてもですよ、はい、私強奪した時にちゃんと2択当ててるし。おお BR の2択当ててる。はい当ててますし、うん、まあピエロも揃えちゃってますし。ああそうですか、はい、じゃあちょっとその辺の成績をちょっとね、はい、タマちゃんの方から聞いていこうかな。はい、はいはい、お願いします。私ですねまあポイントだけで言ったらその2択の正解と、うんピエロ揃えたので1300ポイント。1300ポイントなんですけれども、はいはい投資の方がですねなんと2300枚。おっと手回収が36枚だったんですよ。あちょっとこれは波も読めてないし。いや波は読めいやだから回答なのに、うん、回答されちゃってくれないんですよ、ね、何もされちゃってる。そう、うん、盗まれて盗むチャンスを全然与えてもらえなかったっていう。なるほど、はい、じゃあちょっと下手くそということで、うん、そうですね回答失敗ですね、うん、まあまあまあ、まあはい、ある意味ね。そうで一方ねちょっと頑張ってる印象 の、はい、あのルパーンさん、あれなんだっけルピンさんだっけ。いやルーパンさん、ルーパンさん、いやルーパンなんですけど途中でちょっと気づいたんですけど僕ガルなんで、はい、ガルーパンっていうことになってる、はい、ガルーパン、あ、そうですね、ルーパンはルーパンでややこしいけど、はい、またガルーパンもガルーパンでちょっとその伸ばすとこなくなっちゃうとすごい。あ、そうだね。どっちみち紛らしい。ちょっと結構怒られそうだもん、ね、名前なんですけど、ガルーパン、もしくはルーパン、あの使える方使ってください。はですね、投資が8本かな。8本。8本、8本だったよね。8本で、うん何枚か流したんですよ。それが知りたいの。何枚か流それが知りたいの。絶対でも結構流してますよね。8本じゃないわ、6本だ。じゃない、8本だ。どっちだよ。8本ですかね。8本で、はい、なんだっけ、忘れた。ちゃんとして。おじさん、おじさん、もう俺たち46歳でさ、ただでさえ老害とか言われてんだから、はい、しっかりしてちょっと。473枚で8本なんで、はい、プラス105枚です。それは、3枚としての。3枚として、はいはい。プラス105枚で、ほうほうあと、ね、レギュラーボーナス中のピエロと、あとミネコちゃんの強奪でレギュラーフラグ当てで1300なので合計プラス1405枚ポイント。おお素晴らしい。はい、ガルーパンよくやった。ガルーパンは頑張りました。いやー優勝かもしれないね、もしかしたらね。プラスですからね。ただね、君たちがちょっと目を離してる次、僕ちょっと一つすごいことをやりましてね。そうですね、はいはいはい。その中でね、僕ちょっと結果発表ねさせていただきますね、はい。まず投資がね、6本、はい、276枚、はい。で獲得、台の獲得がね、548枚で、3枚数が272枚、プラスプラス。つまり、はい、強奪チャンスやピエロチャンスでのポイントが勝敗を分ける感じになってますね。で強奪チャンスの方が、1回かな、1回正解したので、はい、300ポイントいただきました、うん。でピエロポイントの方がですね、はい、なんと1回、そして2回と2回揃えちゃったんです。2回でもチャンスはもう1回あったから、はい、そうですよね。そうそうそうこぼしてる知ってる、うん、
何のに2回揃え引いたというか2回揃えた、それで、はい、引いた4回ぐらい引いてますね。なんとかなりませんかって言ったんだけど、全リールにね、あの全リールにピエロがいない、いないっていうね、全リールでこぼす。すごい逆に、いや逆プレミアム、すごい回答ぶりがありましたけど、どうやったかなんないよね、あれは。あれも救いようがないよ、ね、どこにもいないっていうね、オールフルーツみたいになってますけど、そうそうそう、はい、まあ、そんなね、ピエロに助けられまして、総合ポイントがプラス2572というわけでね、わー、もうちょっとやっぱもう波とかいう企画なのにピエロの企画になっちゃったね。ピエロのポイントをちょっと誤ったのかな、この編集サイドが。100とかにしとけば狙いもしないで振り打ちでね、たまたま揃うの待つみたいな感じになってたのに、1000って聞いたら僕狙っちゃうよ。だからピエロしかもそうですよね、もうね、まあ遅いうちのがなんか止まって、そんなにそう、そう、多分ね、チェリーの時しかやってないからそれ。だけど、でそれで当たってないから使われてないと思うんだ。そうだね、バッサリ行かれたけど、すっげえ長いと思って。私が最後何回転まで回したか知ってます？どうしたのどうしたの？911まで回したの。911。多分その間で10ゲームぐらいしか回ってない。回ってないですね。回ってないですね。うん。いやすごい、だからまあまあ、でもあれですね、波もそうだけど、まあジャグラーという機種で行くと、そのピエロ、そうですね、泥棒というかね、うん、まあ、そういうのも取ったり、こう強奪的に、まあ泥棒ですから、いろいろ何か取って、あの、こう生きていけばいい、さあさあさあということなので、そうだね、だから波を追求する企画であれば、俺もバン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 回したと思うんですよ。だあんまりね、波はつかめてないんですよね。いわゆるジャグレン10連休のやつ今日1回もなかったし、ああ、まあまあ確かに、あ、確かにみんなそうですね、はい、でもこれからって時にこう呼ばれたりしてさ、今呼ぶんじゃねえとか実際内心思ってたんでしょ。思ってました、あのボーナス終了後、そう終了後、さあこっからって時に、あ、たまちゃん当たったよなんて言われちゃった、うん、だから一応台に空き台じゃないよっていうの分からせてるんで、ベッドだけしていくとか、あの、なんかね、うん、あの台の電力をそのまま、はいはいはい、ああ、なるほど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 、エコーにならないようにはしたんですけど、やっぱちょっと流れが、そうなんですね、温度とか変わる、ちょっと欲張りですよね、企画がね、企画欲張りでしたけど、うん、でもなんかちょっとこう面白いっていうかね、はい、面白かった、面白かったね。いや、だってぶっちゃけジャグラー朝から3人で打てってもう地獄じゃないですか、はい、それですね。まあそうね、まあ面白いけど、ジャグラーがダメとかそういうことじゃなくて、で編集部からもそんな企画出てこないんですよ、ね、そうだね、あれやっぱりきついと思うんですよ、映ったら光るなみたいな、そういうのが3人ずっと続くんで、そういう意味ではこう、こまごまなんかちょっと強奪があったり、ね、いろいろピエロ揃った、はあ、これはだからあれですか、またあるんですか、なんか、ああ手応え、あ、また手応え感じてる、そこで我々が呼ばれるかどうかは別に、まあ、かんない。いやでもやっぱり優勝者呼ばれるんじゃないですか、だってその称号がいただけるって、はい、初代怪盗ピエロね、初代怪盗ピエロ、誰かな、僕ですね。ありがとうございます。はい、スタンバイできました。それでは初代怪盗ピエロの登場です。3次元です。大丈夫ですかこれ、テンション。あと帽子もね、これ落ちちゃう、落ちちゃうから、はい、まあまあ、はい、まあ、真ん中、せっかくだからね、真ん中で、はい、まあ、はい、まあまあまあ、まあ、でも中がスーツなんで、マントがいい感じに怪盗っぽさ出してますよ。そう、これがなびいてる感じはかっこいい、かっこいい、かっこいい、これドンキホーテじゃん。ドンキホーテです、激安ジャングルなんですよ。激安ジャングル、もう情熱価格でしょこれだって。情熱価格、ね、そうですね。もうちょっともっとさ、なかったのかな。まあこれで電車乗って帰ってもらえば、このあのベルトがこう、ベルトもこう全然機能しない、このベルトでもうすぐ、これシャツじゃないからね、すぐあのシャツじゃないの、これに、これ縫い付けてあんの、ぶら下がってるだけなの、こっから先ないの、ほら、すごい経費の削減の仕方、さすがドンキね。まあまあ、でもジャグラーの新たなね、映像の見せ方という意味では、よかった、ね、まあ、多分さ、やっぱ俺がやっぱ先見かれて回避回避とかそういうのもセーフ、そうセーフとかジャグでないもんね、うん、そういうゲームじゃないもんね、そういうのじゃないでしょ、うんうん、だって先見かり後見かりで本来出玉に差とかないからね、そうなんです、そうなんですよ、なのにその先のポイントのこと考えるとえらい差があるという、ね、だからあとはまあピエロポイントをね、そうですね、ちょっと
他でも今回弾みすぎたから、それを下げるか、うん、僕がやったように55ゲームと か、あそういう何かの、はい、ここであ1ゲあのじゃんじゃん軍艦マーチとか、うんうん、1ゲーム連させたらとか、うんうんうん、それをこういろいろやっていくともうちょっとこう動いて、うん、動くかもね、うん、確かに黙っといてちょっと分かんないみたいな、あでも軍艦マッチでバレるみたいな、うん、そうそうそう、あの、うん、もうね、もういいかな、いいかな、もういいんじゃないですか、ちょっと逆にちょっとあのダムちゃん、ミネコちゃんの方が、あ、かわいい、ほらこれが一番かわいいじゃん、結局これでいいよ、君チャンピオンだ、ありがとうございます、うん、じゃあもうこれかわいいので終わりましょう、じゃあもう最後締めてください、はい、チャンピオンじゃない、はい、もう明快と三次元とガルーパンと藤井美音子でした。はーい。さよならー。